あ、4枚いる。ちょっとテタルティを思い出しちゃいます。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ今回もですね、救急救命カドケース2やっていきたいと思います。前回ですね、ギルス後遺症の方と対面いたしまして、まあ相当にやばい病気だということが分かりました。でね、今回はチャプタータイトルが暗雲ということでね、なおのことやばそうということなので、まあとりあえずやっていきたいと思います。暗雲。エピソード4、暗雲。どう暗雲が立ち込めるのか。さよこちゃんの生体細胞が届きました。かかる前のものが採取できた。幹部の遺伝子、ああなるほど、治療法発見につながる遺伝子治療で、まあ、新垣先生なら死ぬ気でやってもらいましょうか。新垣先生ほっといてもやるでしょうけど。グッドモーニング。アデルもだいぶ慣れた感じですかね。おはよう。報酬の方は実に充実してる。デビル、デビルさくら脳神経今日までだけどできたかな。いや、その順調に進んでますけど、範囲が広くて多すぎで。教授だぞ。おお、デビルですね。頑張ります。お、なんですか、緊急臨時ニュースじゃない。厚生労働大臣が倒れた。なんてことだ。なんでそんなことが。理事長の知り合い。へえ。日比谷大臣とも親しかった。え、なんでそんな人がいきなり。カドケースの、そうですね、すごいいい人でした。何があったんでしょうね。お呼びですか。まあ座ってくれ。ニュースは見ました。腐食性毒物強酸化。なんでそんなものを飲んだんですか。混入されていた。あ、なるほど、ひどい火傷を負っている。やばいですね。劇薬を暗殺でもない。あー、なんかちょっとデルフォイの影を感じますけどね。治療ですね、手術。そうだ、うちに運ばれてくる。昔からの知り合いで、口癖のように自分が病気になったらカドケースで。うん、異常なほど神経質になってしまう。国家の要人だからな。うん、なるほど、うちと政府の関係ということもある。はい、はい、最高の意思でっていうことですね。そうですね、喜んでその手術を。月森先生、全力を尽くしましょう。はい、任されました。とはいえね、咽頭部の火傷、カプセルの摘出も必要なんですね。肝炎者の皮膚を培養して採取し患部に移植する。2度から3度、だいぶ重症ですね。まずは火傷を処置してカプセルを摘出する。オートグラフト、培養採取。はい、まあやり方は教えていただけると信じてやっていきましょう。オペを開始します。行きましょう。さあ助けますよ。手術開始です。まずは咽頭部を切開しないとですね。はい、切開しました。どうなってるかな。うーん、よくわかんない。毒物が、あー、溢れ出してますね。じゃあドレーンでドレナージして。結構多いですけど。ドレーン完了。そのままでは処置ができません。冷却剤を打って壊死した組織を切除。はい、水色の冷却剤、これです。
はい、切りました。おお、赤々しい。続けて火傷を処置しましょう。何ですか、あの端っこの枠は。患者自身の粘膜を使う方法、オートグラフト、培養液を。へえ。その後火傷の上の血だまりを吸引して。なるほど、難しいですね。喉の左右にあるガイドに打ってください。はい、こういうことですね。ピンセットで。あ、4枚いる。ちょっとテタルティを思い出しちゃいます。バイタル低下。移植膜は落とすと使えなくなる。あ、全部剥がれた。あ、マジですか。結構これ難しいですよ。ピッピッピッ、これ全部切っといた方が良さそうです。で、バイタル気をつけて、バイタル気をつけて、よし。ゼリーを。まだどこかにカプセルがある。あ、なんと、あった。半分まだどこかに残っている。はい、わかりました。なんか下の方行ったんですけど、ここだ、あった。ひどいことになってますね。漏れ出してる。この毒意外に吸えないんですよ。ひどいことになってるな。着実に直していかないとですね。バイタルにも気をつけつつ。ほい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 。悪化するんですね。まあそりゃ悪化するかって言ってもね、一個ずつ着実にやっていかなければ何事も進まない。やけどが悪化してヴィランになりました。なんてことだ。やばい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 。私に任せたまえ。あー、難しいですよ。スピード勝負ですねこれ。超シットを使うべきだったかな。さあ、私このやけど手術がとても苦手ということが分かってしまったんですが、いかがいたしましょうね。なんとかするしかないですね。5箇所も。さて、なんとかするしかないですよ。すぐ悪化されると困りますね。やばい、悪化してる悪化してる。ヴィランになってる。ヒッヒッヒッ。超シュット。くっ。バイタルやばい。とりあえずここの2箇所を処置してしまいましょう。ああ、血だまり。くっ、厄介すぎる。切れてない。やばい、超シットが終わった。超シットタイムが終わりましたよ。またヴィランに。ああ、これ難しい。これ難しいです。っていうかもうなんかだいぶ牙を向いてきましたね、カドケウスね。さて、こっからが真の勝負ですね。お、助かった。早めにやればあれなんですね、漏れ出さないで済むんですね。つまりスピード勝負。よし、いけますよ。だいぶコツも分かってきましたし。あ、コツが分かったとは言って。やばい、ヴィランに。いい、ヴィランになるとすごい勢いで減っていく。
ここで超シットを使えない。超シットを使わずしてどこで使うと申す。助かる、助かりますよ。私に任せたまえ。間に合わなかった。よし、間に合いましたね。さあここからです。もうさすがに私もね、慣れてきたのでね、負けませんよ。なぜならここで超シットを使うから。星がかけない。とりあえず片っぽ直してしまいましょう。だいぶね、幕の置き方も慣れてきたので。よし、一つ目さえできてしまえば、あとはちょっとは余裕が持っているので、同じ場所にこう置いて、ペペペペペッと。これでどうでしょう。 OK。 ふう、厳しい戦いでしたね。細胞膜は同じところに置くと綺麗に置ける。変によそ見に置こうとすると逆に失敗するってことが分かりましたね。 OK OK。 これで囲碁の火傷がもしあったとしても大丈夫です。 OK です。オペレーションサクセス。でれれれれ、はい、ミスなし。時間も早い、ヴィランも発生してない、カプセルも漏れてない、素晴らしいんじゃないですか。ランク真意 XS、 最高評価ですね。素晴らしい。何回も失敗したのは内緒ですけど。さて、てんてんてん、月森理事長、すまなかったな。いえいえ、私じゃなかったら多分無理でしたし。日比谷大臣のこと、うん、日比谷大臣は真の男でしたね。実験台同然になるなんて。うん、カドケウスは、はい、病に屈してはいけない。これからも、はい、もちろん。ダウン XS。 罪人、気になりますね。気になりますが、ちょっと火傷で苦戦しすぎたのでね、今回はこの辺りで終了とさせていただいて、次回こちらの罪人ってあれですよね、ギルスの培養台になっていた彼らだと思うので、次回ね、その罪人がどう出てくるのか、こうご期待でございますといった感じで、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。